Hey guys! 今日はね、多分聞いたことある人もいるかもしれないんだけど、90秒の法則っていうのを紹介できればと思います。5秒の法則じゃないの？違うんだよ。でもね、同じ人が教えてくれたの。5秒の法則のメル・ロビンズさんね、やる気は5秒で出せるようになるっていう不思議なやり方があって、もし聞いたことがなかったら、ぜひね、ここら辺にビデオのリンクを貼っときますので見てください。で、90秒の法則、これかなりやばいぜ。どのぐらいやばいのって言ったら相当やばいの。どういうことかというと、もし自分が感情的にならなかったら、どのぐらい自分の人生がコントロールできるようになると思う？例えば仕事やってて、ね、上司がおいお前本当にダメだなこれやるなよって怒られた時に、それ何にも気にしない、なんか BB 弾みたいなのコンって当たって痛くないよみたいな感じだったら、どのぐらい人生変わると思う？ね、例えば大学に入らないといけないんだけど、ね、試験で悩んでて頑張って勉強してるんだけど、全然勉強できなくて怖くなっちゃって、他の人たちがいい大学に入ってなくて自分だけ入れなくなっちゃって、あー辛いっていう時に I have no problem、 大丈夫だよみたいな感じにシャーって90秒で戻れるようになったらどうだろう。ね、旦那さんと喧嘩してる時に、旦那さんがお前本当にできない妻だなって怒られちゃった時、ね、チューンって言って、それは事実じゃないから大丈夫みたいに常に冷静になれる力、これを手に入れたら自分の人生がどのぐらい変わるんだろうね、どのぐらい早く自分の夢にたどり着けるようになるんだろう。やっぱりね、この感情っていうのをコントロールできるようになると、本当に冷静に自分が行きたいところに進んでいけるようになるんじゃないかって僕は心の中から思うんだよね。で、ここで今日紹介したいのが90秒の法則、The 90 second rule ということなんだよね。で、どういうことかというと、実はね、これは誰が作ったのかっていうと、多分ジル・テイラー博士だと思うんだよね。ジル・テイラー博士が、2006年にね、出した、まあ、彼女のね、TED のビデオも置いとくので、貼っとくので、これもしね、英語が分かる人がいたらぜひ見てください。これ半端ないよ。どういうことかっていうと、ね、実はこのあることが起こると、自分の人生の中で目の前でなんか辛いこととか何かが起こると、この起こった情報が目と耳とか肌のタッチとかね、舌とかスメルで情報が入ってくるわけよ、脳に。で、この時に脳がこの情報は自分に危険だって思っちゃったら、ストレスホルモンが流れてくるのね。これコルチゾールとかが流れてくるわけよ、わかる？で、脳が見ているのは、あ、今起こってることは私に危険だ、私の My life is in danger ってなって、ストレスホルモンが流れてきて、今度ストレスホルモンが流れるとすごいことが起こるわけよ。基本的に人間はなんか危ないことが起こると、この3つの選択を選ぶのね。これ本能的に、1つは戦うっていうことよね、例えばなんかね、のび太くんの場合だったら、ジャイアンが出てくるわけやろ、おいのび太お前本当にできないやつだなバカッカーとか言うわけよ。そうするとのび太くんは違うぞとか言ってジャイアンに戦う時もあるよね。もう一つの選択は逃げるっていうことなんだよね。おいのび太お前本当にできないやつだなって言うと、ジャイアン怖いママーわーって言って逃げるわけよね。セーフティーを求める。で、もう一つは耐えるっていうことなのよ。ね、ジャイアンが怒ってるんだけど、のび太くんはそれを耐えるわけよ。ボコボコにやられても、ああしょうがないってなっちゃうわけよね。 OK、 この3つの選択が自分のなんかね、本能的な行動になっちゃうわけよね。辛いことが起こると、怖いことが目の前に起こると、ね、バカにされると、ね、これがこの感情なわけよ。で、リアルにコルチゾールとか流れてくるとすごいことが起こるわけよ。ね、例えば道歩いてて、ね、ね、there's a traffic light and you're walking across the street and the バスがバーンってくるじゃん。自転車とかバスがカーってくるじゃん。ね、その時に冷静に、いやーでも今一緒だから大丈夫。バスの運転手さんもわざと私のことを当てるようにために動いてないし、大丈夫。OK。で、今バスが65キロで来てるから、どのぐらいの何秒で動いた方がいいのかしらとか考えてたら、バーンってバスにやっちゃって、ブーってなっちゃうわけよ。なの？でもね、このストレスホルモンが流れてくると、なんとですね、心臓がドク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 って流れてきて、でコントロール、筋肉のコントロールが勝手にキューって動いてくれるわけよね。でもう何にも考えないで、危ねえっつってパーッ、ふう、引かれるところだったぜみたいな感じでパーッて自動的なリアクションが起こるわけよね。自動的なリアクションが起こるわけよ。これね、
道当たってる時にバスに引かれそうになったらすっげえ役に立つよ。でも自分の人生の中で一番大切な人とか、自分の人生で大切なね、会社の仲間とか家族の仲間がね、母ちゃんそれちょっと違うよとか言った時に母ちゃんがキーってなって、わーって戦う、それ There's no meaning, there's no function, right?Right? だからどういうことかというと、僕たちにはこのサバイバルメカニズムのハンディキャップがまだついてるわけよ。悪い。この体はなんか2億年前のシステムなんだよね。ね。だから僕たちは体じゃないわけよ。体の中にいるんだけど、これまた深い話で、ぜひね、このね、テイラー博士のテッドのタークを見ていただきたいんだけど、面白いのよ。ね。ポイントは、ね。何が間違いなく人生生きていると、勝手に自分がこれは自分に対して危ないって思うことが毎日起こってるわけよ ね。これをどうやってコントロールしていくかっていうところで90秒の法則っていうのを紹介したいわけよ。これ面白いんだよ。最近のデータによるとね、何か辛いことが危ないことがパッと起こるだろう、コルチゾール流れてくるやろ、それそのもんが。90秒ほっとくと、この怒りが、感情の波がさーって消えていくわけよ。で、これがリアルにコルチゾールとかストレスホルモンは90秒で流れるのが終わるわけよね。面白いでしょ?面白いでしょ?ね。どういうことかっていうと、なんか上司に怒られる、あ、宿題やらないといけないんだ、あ、この就職難しい、あ、お金の問題とか、くわーって怖くなるじゃん。ね。その時、とりあえず90秒待つわけよ。ね。90秒待つわけよ。そうすると、ストレスホルモンが90秒経ったら体の中の消えていくわけよ。で、今度、違う。部分の脳でその情報を取り入れて、だからそのまず最初に情報がアミグダラに入ってきて、その後にね、ストレスホルモンで動物的になっちゃうと、もっとストレスホルモンが流れてるから90秒待つわけよ。で、冷静に今何が起こったんだろうって紙に書いてもいいから、この感情を言葉、文字にするわけよ。言葉にするわけよ。そうすると何が起こるかっていうと、人間の中で一番新しい脳の分布、ニオコルテックスだよね。ニオコルテックスを使えるようになるわけよ。わかる?わかる?ニオコルテックスの部分が冷静に物事を取り入れることができるんだよね。なので、何をしたいかっていうと、今できてる怖いこと、目の前に起こった怖いことを冷静に考えると、怖いことじゃないっていうふうに変わっていくわけよ。ね。で、この間のコツが、90秒待つ、the 90 second rule っていうことなんだよね。だから、まず、本当に人間小学校とか人間幼稚園で教えないといけないことは、この体の使い方だよね。体の使い方、ね、人間でセックスエデュケーションとかあるじゃん。そんな感じで、その感情エデュケーションみたいなのも入れてもらいたいんだよね。で、どういうことかっていうと、ボタンを押すと90秒の間はストレスホルモンが流れるんだけど、その1回のボタンを押すっていうか、怖いことが起こったら90秒でなくなっていくわけよ。わかる?90秒経ったんだけど、まだ怖い恐怖を感じているんだったら、自分でそれを選んでいるのね。自分でそのトピックを選んでいるから、もっとストレスホルモンが流れて続けているわけよ。ね。で、これが今度習慣になったり、癖になったりいると、そのなんていうのかな、もっとネガティブな感情を学んでいく時期が入ってくるわけよね。人で言ったら、コンプレッションの時期っていうのは、中に入って自分を本当に見直して、自分のハートと打ち合っていく時期。ね、これ人間たちは日本語で鬱って言ってるんだけど、鬱っていうのは悪いことではないんだよね。そういう時期なんだよね。自分の人生がどうなっているかっていうのを学べるチャンスの時期が、人間を生きてたら必ずその時期があるから、それはまあちょっとそういうなんかネガティブなことをいっぱい見ちゃうっていう習慣になっているかもしれない。もう僕が言っているのは、この何かが怖いことが起こったら、90秒で体はそれをリリースしてくれるわけよ。
で、僕のおすすめはなんとですね、 iWatch なんですよ。 Apple なんですよ。僕は全然スポンサーとかついてないんだけど、なぜ Apple が好きなのかっていうと、ここに、Apple Watch にこのボタンを押すと、もう下に行くとこの1分半のタイマーがついてるわけよ。で、これを押して1分半の間、ふーなんか起こったらこれだけ押して OKOK、OK OK、じゃあ待つぞとか言ってどっかに行くわけよ。で、1分半90秒経ったら僕落ち着いてるから、また戻ってきて、よし、じゃあどうやってこの問題のソリューションを見つけていこうかっていう風に動いていくんだよね。例えばそれが人間関係の問題だったらね、クリス、お前ハゲてるよって言われて俺がキャーってなるんだったら OK、 じゃあちょっとね、その怒りっていうかね、その感情が収まるまで待って戻ってきて OK ね、ここの経験から学べることは何だろう、今僕が学ばないといけない大切なことは何だろう、なんでこういう問題が起こっているんだろうね、みたいな感じで、この問題は本当に僕が今直せることなのか、 Is this within the circle of my influence or is this a circle of my concern、 僕が気になっているところ、それか僕が本当に何かできること、本当にこの問題を直しても本当に僕の人生は変わるのか。例えば他人が何か言ってて、他人の思ってることで他人からバカにされて、僕がその人と喧嘩したりとか、その人を直すっていうか変えるように自分のエネルギーをそこに注いでも本当に僕の人生は良くなるのか。それは自分がコントロールできれることなのか、他の人が思ってることとかいう感じなんだよね。で、そのできる、自分ができることにフォーカスを戻していく、そして自分が成功していく。まあちょっとね、一人で生きるっていうコンセプトに戻ってくるんですけれどもね、ポイントはこの90秒の法則、90秒のルールっていうのがあるので、ぜひ使っていただければ幸いです。 Alright guys、 でね、ちょっとね、こと最後のポイントなんだけど、僕ね、90秒のルール誰が考えたのって言って、多分ジル・テイラーさんだと思うんだけど、いろんな情報がネットにあって、ちょっとね、具体的にこのなんかね、メル・ロビンスさんが言ってたのはハーバードの研究でどうのこうのかって言ってて、ちょっとそのどこの研究で本当にこの90秒の証明っていうのがあるらしいんだけど、僕は個人的にちょっとねリサーチやってたんだけど見つけられなかったんだけど、多分ジル・テイラーさんだと思うんだけど、この正式にどの研究でどの博士で何月何日にどの、レポートで出されたっていうのを知っている人、ぜひね、コメントに書いて僕に教えていただければ幸いです。 Alright you guys, I love you guys so much and I'll see you next week. ありがとう。